こんにちは。スタジオアップルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはこちらです。赤ちゃん語を使わないっていうことなんですね。よく巷で赤ちゃんとお母さんのこう連れ添ってる姿を見るとですね、あーブーブーだねーとかじいじいたねーとかいうことがあるんですけども、子供って赤ちゃんはですね、本来正しい言葉でインプットしてあげましょう。ただここでのポイントっていうのはやっぱり否定しちゃダメです。ブーブーじゃないよ、車だよ。やっぱり子供って否定された気がすごくしてしまうんですね。だからそうだね、車っていうねみたいな形ですると否定をすることがありません。よく質問をいただくことがすごくこの赤ちゃん語については多いんですけども、子供って親の話ってすごい聞きたいので、例えば仕事場の話とかもですね、本当にそのまま難しい専門用語で使っちゃっていいんですよね。お医者様であればお医者様の話、カテーテルとかお薬の話をしてもいいと思いますし、そこからいろんな興味を持ちますので、理解するしないは関係ありません。正しい言葉でインプットしていくと赤ちゃん語を身につき、逆に赤ちゃん語でこうずっと行くことがないので、本当に言葉の語彙力って増えていくと思います。今日ちょっと簡単にお話をまとめたんですけれども、赤ちゃん語はなるべく使わない方がいいです。ただポイントは否定しないでやってみてください。本日は以上です。ありがとうございました。